はい、吉田隆の教え方チャンネルですえ。今日は5年生の道徳遊園地の出来事からについてお話をします。え、内容項目は規則の尊重です。はい、えー、それではあらすじですえー。私たちは家族で遊園地にやってきた。ショーが始まるとたくさんの人が集まってきた。私のところからはステージがやっと見えるような状態だすると、私の前にいた男の人が子供を肩車した。ステージは全然見えなくなった。 係の人がやってきて危ないし、後ろのお客の迷惑になると注意してくれた。それで肩車をやめてくれた。でも、私もお客なんですが、と不満な様子である。周囲には嫌な空気が漂った、という話です。はい、えー、同じような教材が三つ村にもあったと記憶しています、えー。学習指導要領の解説ですと、身近な集団生活を送る上においても、みんなで互いの権利を尊重し合い、 自らの義務を進んで果たすことが大切であるという理解と積極的な行動ができるようにする必要があると、まあ、権利というのはですね、まあ、基本的に義務とセットになっていると思います、えー、通常はですね、やはり周囲に迷惑をかけないというのが当然の義務だと思いますね、まあ当たり前なんでのことなんですが、5年生ですのでね、この権利だとか義務っていう言葉を使えると。 または知っていそこでですね肩車は許されるのかについて考えさせ権利を主張するには相手や周囲の人の迷惑にならないという義務が伴うことを理解させるということで計画を立ててみました。 はいえー、それでは授業です、えー。教科書に課題が出てますので、それを、ね、まず解かせたいですね。まあ、図書館で、ね、本を借りる権利はあるんだけども、返す義務がありますという問題なんですけどもね、ね、えー。せっかくですので、ね、少し類題なんかも出してみたいなと思いますね。例えばですね、図書館で本を読むのはあなたの権利です。そしてまるはあなたの義務です、まあ。静かにするとかね、周囲に迷惑をかけないなんて言葉が入ってくるんじゃないかと思いますね。まあ、こういった。 ね、ことをちょっと通して、ですね権利と義務という言葉にね少し慣れさせたいと思います、えー、その上でね資料を読んで、差しを使ってですね状況を整理したいですよね、えー、次に、ですねこれ、主発問になるんですけどもね、男の人の私だって客なんですという主張をどう思いますかと、えー、これ、ストレートに出すようにね、あ,あえてですね選択肢を設けてみました、えー、当然の主張である、肩車は許可されるべきと。 納得部分できる部分はあるが肩車はやめるべき、全く受け入れられないと、これはおそらく、ね、2番、3番という、ね、ところに子どもたちの意見が、ね、あの集まるんじゃないかと思いますね。というのはです、ね、やはり、ね、見る権利はあるんですよね、状況によっては肩車も決してダメなわけじゃないと思います、もちろん危険という部分もあるんですけどもね、ですが、この場合はだめだということを、ね、当然、5年生の子どもたちで、ね、言えると思うんですよね。 でまあ、さらにこの話し合いの中で、ですね男の人の主張が通るとどうなりますかと、これはもう,もう大混乱になりますよね、または非常に危険なことにもなります。 その上で、ですねお客としてショーを見る権利はあります、でも同時に義務も生じてきます、どんな義務ですかと、これは周囲に迷惑をかけないと、ね、他の人の,人の見たいという権利を奪うことはできないということを抑えておきたいと思いますね、まあ、その上でですね自分の意見や考えを主張するときにどんなことに気をつければいいですかということをノートに書かせて発表させたいというふうに思います。 YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。